さんのお友達、おはようございます。おはようございます。はい、それでは今日、桑名先生はいつもと違うエプロンをしています。これなんだかわかりますか？エプロンシアター。今日はエプロンシアターでウサギとカメのお話をやってみたいと思います。はい、知ってるお友達も知らないお友達もね、いると思うので、みんなよく聞いていてください。はい、はい、それでは始まり始まり。昔々あるところに足が速いのが自慢のウサギさんがいました。ピョン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 、僕はなんて足が速いんだろう、ね、この辺りじゃ僕にかなう人はいないよ。あ、あそこにいるのはカメくんだ。おーい、カメくん。カメくんは足が遅いんだよね。のっこりのっこり。ウサギくん、こんにちは。カメくん、君はどうしてそんなに足が遅いんだろう、ね、走るっていうのはこういうことを言うんだよ。まあ君にはできないかもしれないけどね。ちょっとちょっとウサギくん、そんなに言うことないんじゃないの。僕だって頑張れば君にだって勝てるんだよ。本当かい？それは面白い。じゃあ今から二人で、そこまで言うのなら今から二人でこの山の元まで競争しよう。よーし、受けて立つ。競争だ。ねえねえ、タヌキくん、ウサギくんとカメくんが山の元まで競争するんだってよ。本当かい？勝つのは絶対ウサギくんだけど、二人で応援することにしよう。くれくれ、カメくん。くれくれ、ウサギくん。位置について、よーいと。2匹の競争が始まりました。ウサギくんはぴょん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 、走るのがとっても速いので、どん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 走っていきます。あ、川がある。でもこんな川も減ったら、ぴょん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 、どんどん進んでいくウサギくん。あれー、カメくん、まだあんなところにいる。全然遠くにいる、ね、まだあんなとこにいる。もう僕の勝ちだな、ね、簡単に勝ってしまってもつまらないから、ここの木のところでお休みすることにするかな。よいしょ。カメくん頑張れ。カメくん頑張れ。ふう、のっこり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 。うさぎくん、あんなに遠くにいるよ。よいしょよいしょよいしょ。あ、川がある。僕はカメさんだから泳ぐのは得意なんだ。行くぞ。スイ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 。のっこりのっこりのっこり。それからカメくんはのっこりのっこり、ゆっくりだけど一生懸命走りました。うさぎくんがいる木のそばをお昼の過ぎ頃、カメくんが通り過ぎて、のっこり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 。そして夕方頃、ついにやったー、山のふもとに着いたぞー。やったー、ゴールだー。はい、ゴール。一番だ。一番でゴールすることができたぞ。やったおしまい。ありがとうございます。